日本とリベリアの関係では、日本とリベリアの関係について解説する。1961年9月に外交関係樹立。1969年には、中日リベリア大使館が東京に開設された。日本は1973年に、モンドビアに在リベリア日本国大使館を開設したが、リベリアでは1986年以降断続的に、 第一次リベリア内戦が続いており、それが激化した九百九十年に全会員が国外退避し大使館業務が停止され、第二次リベリア内戦直後の二千四年には正式に閉鎖した。現在は在側な日本国大使館が喧嘩している。二千十四年の西アフリカエボラ出血熱流行の際には、同年八月八日に日本はリベリア含む西アフリカの エボラ流行国三国に対して渡航延期勧告と退避検討勧告を出した。その後、日本政府はエボラ収束のために同国を含む流行国に対し積極的な支援を行い、自衛隊による防護服輸送も行われた。ただし、リベリアの大統領エレン・ジョン・ソン・サー・リーフは流行国である日本に自衛隊の医療チーム派遣を要請したが、 日本は直接の人的支援は実施せず、ドイツにある米アフリカ軍司令部に自衛隊員を派遣して、情報収集を行うにとどめている。リベリア内戦終結後、選挙によって選出された初のアフリカの大統領で、あるエレン・ジョン・ソン・サー・リーフは、開発援助の主要ドナーである日本との関係を重視。2007年3月に、リベリアの大統領として、初めて来日すると、 各要人と会談、混乱を行って、日本との友好をアピールした。その後2008年5月には、第4回アフリカ開発会議のため、2012年10月には、セギン、IMF 東京総会出席のため、2013年後には再び、アフリカ開発会議出席のため、2015年8月には、女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム出席の、 ために訪日している。訪日に際しては、安倍晋三、福田康夫、野田義彦など、歴代の総理大臣と首脳会談を実施し、日本側はリベリア支援に、リベリア側は日本の安保理改革への支持に、好意的な姿勢を見せている。2019年8月には新たに大統領となった、ジョージウェアが来日して、安倍晋三と首脳会談を実施。 リベリア内戦やエボラ出血熱流行を克服し、民主的選挙を堅持したリベリアを、日本側は称賛するとともに、北朝鮮核問題といった世界的な安全保障問題についても意見交換を行って、さらなる協力関係の構築で一致している。日本側からの要人往来としては、民主的選挙が実施されて以降、2006年のエレン・ジョン・ソン・サー・リーフの大統領、 就任式には外務大臣政務官の伊藤慎太郎が2018年のジョージ・ウェアの大統領就任式には外務副大臣の佐藤正久が特派大使として派遣された。また2013年には日本 AU 友好議員連盟の藍沢一郎、牧島カレンがアフリカ各国を訪問し、リベリアを訪問先の一国に選んで関係強化を図っている。 円借款や無常資金協力を含めて、日本の2017年までの累計援助額は400億円を超える。これはリベリアにとって日本がアメリカ合衆国などと並ぶ主要な援助国であることを意味しており、リベリアが日本との関係を重視する主要な理由となっている。支援内容は漁業や水産に関することが多いが、エボラ出血熱以降は医療、衛生、 看護に注目した支援も増えている。また、内戦集結後のインフラ復興プロジェクトの一環として、モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画が日本支援のもとを進められている。貿易関係では、リベリアの2019年対日輸出が148億円なのに、対し対日輸入が2209億円とリベリアは大幅な黒字となっている。その理由としては、 リベリアは天然の工業場を沖合に有するアフリカ有数の漁業国であるが、それに不可欠な船舶を日本から輸入していることが挙げられる。また、一般機械やゴム製品なども日本から輸入し、反対にリベリアも日本への主要な輸出品は船舶である。また、便宜地席船の登録数もパナマに次いでリベリアは世界有数であり、 日本で就航している船にもリベリア船籍は多い。近年では、その登録数は、その他のオープンフラッグ大国であるパナマや、マーシャル諸島をしのぐ勢いで増えつつある。ありがとうございます。